ケント・アンダーソンは、スウェーデン用手リ出身の元オートバイレーサー。ロードレース世界選手権で活躍し、スウェーデン出身のライダーとしては、唯一の世界チャンピオン経験者である。アンダーソンのレースキャリアは、19歳の時に、モナークの 250cc のマシンで出場した、スウェーデンとデンマークの国内選手権からスタートした。1962年からは、ブルタコのマシンに乗り換え、 頭角を表し始めた。アンダーソンはマシントラブルさえなければ自分が速く走れることを周囲に見せつけ、より信頼性の高いマシンを得たことでしばしばレースに勝利してみせた。1965年にスウェーデンの 250cc チャンピオンとなったアンダーソンは翌年には自らチューニングしたハスクバーナのマシンでロードレース世界選手権に挑戦する。 1968年からは、ヤマハの市販 250cc マシーンを借り、結果を出し始めた。1969年には、ケル・キャラザースとサンチャゴ・ヘレロとの密どもへのタイトル争いの末、ランキング2位を獲得した。これらの活躍がヤマハの目に留まり、1970年、アンダーソンは、ロドニー・グールドのチームメイトとして、ヤマハのファクトリーチームに迎えられた。 この年はグールドがタイトルを取り、アンダーソンはキャラザースに次ぐランキング3位となった。1971年、ヤマハは 125cc のニューマシンの実践開発ライバーとしてアンダーソンを選んだ。そして1973年、アンダーソンは自ら開発したマシンで 125cc クラスのタイトルを獲得し、続く1974年にも故障を挙げ、 それ以外でも2000デニーに入るという成績でタイトル防衛に成功した。1975年のシーズンをランキング3位で終えた後、アンダーソンは現役を引退し、ヤマハヨーロッパの開発、製造部門を新たな職場とし、レーシングマシンの開発に携わった。1977年に片山隆史がタイトルを取った時にライディングした3。 企藤の TZ350 の開発にはアンダーソンが重要な役割を果たしている。晩年は趣味としてスウェーデンのアマチュアレースに出場していたが当然ながらその走りはアマチュアのレベルを超えており1995年には53歳でスーパーモノナショナルチャンピオンを獲得した。近年はオランダのヤマハクラシックレーシングチームの最も有名なメンバーとなり ヨーロッパ各地で行われるエキシビジョンのクラシックレースに出場した。また、ジジユーロスポーツでスウェーデン国内のロードレースの解説も務めた。2006年8月、病気のため64歳で死去。面倒見の良い性格で日本から一人でヨーロッパに渡ってきた片山高沈みに何かと世話を焼いたのがアンダーソンであった。マシンのセッティングやチューニングについても片山に、 アドバイスをしており、片山はインタビューで、ファクトリーチューンのエンジンよりも、アンダーソンのチューンの方が速かったと語っている。また、とあるレースでは、自分でチューニングしたシリンダーを、他のライダーに貸してやったところ、そのライダーが、自分の前を走ってしまい、人の道を外れていると言って怒っていたという。ありがとうございます。